Z 世代の視点で注目企業や消費動向を深掘りします。今回は注目が集まる NFT について解説いただきます。まずこの NFT というのがどういったものなのかというところなんですけれども、こちらですね、はい、ノンファンジブルトークンのこの頭文字を取ったものなんですけれども、変わるものがない印という意味でして、 NFT はその価値を唯一無二の一点物とする技術なんですね。例えばデジタルアートの作品ですと複製ができるわけですけれども、デジタル上で証明書、この NFT をつけてコピーとは異なるこの変わりのない一つのデータができるということなんですよね。それでは改めてゲストをご紹介します。こちらでも自民党の平正明衆議院議員にご一緒していただきます。そして中央大学の国際情報学部、岡島雄志教授です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ではこの NFT、 一躍注目を集めるきっかけとなったことがあるんですけれども、それらがこちらのデジタルアートなんですね。これオンラインオークションで75億円で落札をされました。こういった NFT をめぐっては日本でもさまざまなビジネスが動き出しています。こちらご覧ください。唯一無二を証明する NFT、 あのヒットメーカーも注目しています。小室哲哉さんです。この日は熱心なファンたちが小室さんの演奏を聞きにやってきました。ライブの後、こちらの女性が見せてくれたのは NFT として販売している TM ネットワークの新曲です。1曲3000円、この世に1000個しかありません。 ID っていうのが唯一のあなたが持ってるっていう証拠ですよってことだと思う。私も NFT って話は聞いてたんですけれども、購入自体初めてで、でもTMネットワーク大好きなので。こちらの男性は3種類購入。1、2、3という形で、これを押すとですね、これ再生できる。LINE のアプリからいつでも聞くことが可能です。本当、購入までは一瞬。小室さんも NFT に期待を寄せています。音でつながっていくっていうような、そういう楽しみ方を発見できている方からするとすごく面白い。一方で小室さんは配信が主流となったことで作品の価値が低くなっていると感じています。ここ 2,3 年言ってる水より安い値段よりもっと安いぐらいの値段に1曲、作品を作る手間暇と全く変わってないのに、そこまでぐらい対価という意味ではそこまでになってしまったので、価値がこれからどんどん上がっていくというか、絵画のようにとか彫刻のようなもので、そう言ってこう所有感っていうのも一つだと思いますし。3年ぶりにリアルで開催されたニコニコ超会議2022。ここでも注目を集めたのは NFT です。全国の NFT 作品が一堂に集まりました。1300万円で取引をされている作品でございます。VR アーティストの関口愛美さんが手掛けたアート作品は高額で落札され話題に。こちらは新潟県旧山古志村の名産錦鯉をモチーフにした NFT アート。1つ1万1000円、1500点売れました。芸人のコント映像も NFT 作品に。実際に僕自身がそれを買ったりとか、ちょっと作ったこともなかったので、どんなのがあるんだろうと思ってちょっと興味があったので。会場の一角では LINE がデジタルシールの NFT を無料配布。実は LINE、
NFT ビジネスを拡大させています。 Z 世代、若い皆様も含めて日々コミュニケーションツールとしての LINE、 スタンプだったりとか使っていただいているので、そういったところで NFT との親和性だったり連携ということもどんどん企画してますので、本当に生活に根ざしたところで NFT が使われている世界観をこの後目指していきたいと考えています。NFT は新たなビジネスも生み出しています。やってきたのはメタバース上で使用できるキャラクターやコンテンツ開発するベンチャー企業ミントです。サンドボックスという仮想空間で使えるアイテムを NFT として販売しています。かわいい、かわいい。見せてくれたのは、ここに置いてるやつ結構売ってますか。 この部屋ごと売ってて、これを買った人、これ1個40万ぐらいするんですけど。サンドボックス上で使える部屋は10万円以上、2つとも売り切れです。この魚のかぶり物はおよそ4万円。経済が回るような仕組みがあることによって、逆にそのメタバースの中が単純に空間としての遊び場だけじゃなくて経済圏になるっていうふうに思っているので、将来的には何かしらその NFT とメタバースがガチャンと結合されていくんじゃないかなというふうに思ってます。盛り上がりを見せる NFT ブームはいつまで続くのでしょうか。あらゆるものが高額で取引されていましたけれども、まず一つ目のテーマ参りましょう。なぜ NFT ブームなのかです。 VTR にもありましたが、事例他にもありまして、歌舞伎、渋谷109、プロ野球のパリーグ、 APEX など多くの企業がこの NFT に参入しています。アメリカの投資会社ジェフリーズによりますと、 NFT の市場規模なんですが、今年350億ドル、日本円で 4.5 兆円で、2025年には800億ドル、およそ10兆円を超えると試算されているんです。小島さん、まず疑問なのがですね、NFT を皆さん買われる時の目的、購入する目的というか、購入者のメリットってどんなところにあるんですか？そうですね、いろんな動機で買ってらっしゃる方がおられると思うんですけれども、例えばアーティストさんにとっては、劣化しないコピーをいくらでも作ることができる、そういったデジタルデータの特性が、マイナスに働いてしまっている。オリジナルで作品を出しているのにコピーされてしまって値段がつかないという状況があったかと思います。ところが NFT で、デジタルデータでいろいろコピーがあるんだけれども、これがアーティストさんが認めている本物なんですよという主張がひょっとしたらできるかもしれない。そうすると、もう一度、適正な値段がつけられるとか、ファンの方にとっても、CD などを買ってもアーティストさんに届くものってごく一部だったりしますけれども、 NFT であれば大部分がアーティストさんの懐に入る、そういう期待もあって皆さん使ってらっしゃるのかなって思います。平さんはこの NFT ブームどうご覧になっていますか？まあ、NFT そのものも大事ですが、そのベースにある暗号資産とかブロックチェーン技術っていうのがあらゆるところに入っていきますので、まあ、その中の一つのアプリケーションみたいな形で、まあ、NFT っていうのがまあ注目をされてるし、まあ、さっきもありましたけど仮想空間、メタバースで、メタバースって、まあ、今まででもまあなんていうのかな、ゲームでそういう遊ぶのはいっぱいありましたけども、今度は仮想空間で、まあ、さっき見て部屋を持つとか土地を持つとかですね、アイテムを持つと、でそれがさらに転売できるっていうような仕組みなので、まあ、一個そのサイバー空間にですね、一個経済圏が丸々できてきたと。その中で NFT っていうのはいろんな使い道があるということもあるんだと思います。